ってあり得るの、これを学ぶっていうのは完全にスペインだなと。ちょっと一筆書いてもらったら、国語の先生なんで誰が読んでも泣くような文章に変換してくれ。なかなかやんちゃな子供だったから、広島で生まれて高校卒業するまでもずっと広島にいました。海の近くにいたんで、比較的海って言ってもビーチとかじゃなくて普通入っちゃいけないようなっていうところで、よく母親が言ってたのが、勝手に3歳ぐらいの時に海に行っちゃダメだよって言われてたのに行ってて、足を貝かなんかでバサって切っちゃってて、大泣きして、あんたにお母さん呼んだのになんで来ないのってめっちゃ怒ってたっていう、もう意味わかんないっていうのをあれだけ行くなって言ってたのに、しかも勝手に行ってるっていう3歳で、足にね傷残ってるんですよ、その時の貝で切ったやつ。そっから結構むちゃくちゃだったわみたいな言われて、その当時の家が居酒屋だったんで、しかも隣の家がお好み焼き屋さんで、お好み焼き屋さんの子供とよく家の前、道路になってましたけど、その当時そんな車なんか通らないから、ずっとその道路でよく遊んでるみたいな。幼稚園の砂場ですごいトンネル作ってた記憶がありますね。すんごい長いトンネルとか掘って、とにかく体動かしてたかな。めちゃくちゃやんちゃ坊主で超問題児って言われてました、幼稚園の時。体も大きくて、僕殴るつもりはなかったけど、こうパッて触ったらドンって押したみたいになって、喧嘩ふっかけに行ったことは多分記憶、ごめんなさい、僕の記憶がもう書き換わってるかもしれないけど、なかったけど、とにかくやんちゃだってすごい言われて、喧嘩があったりとか誰かが泣いた時に大抵僕のせいにされるみたいな、大抵僕のせいだったんでしょうけど、そうじゃない時もそのせいにされて、一回すごい怒ったことがあって、僕やってないのに、で先生たちもどうせお前やったんでしょみたいな空気になって、頭きて、幼稚園からその当時家が年長だったから離れたのかな、3キロ4キロ以上離れてたのに歩いて帰っちゃったでもそこでうちの母親も、もうそんなん言うなら濡れ衣みたいな感じになるんだったらもう行かさないっつって怒って、で最終的には校長先生が車で迎えに来るから来てくださいってなって、校長先生のベンツに乗って幼稚園に行くみたいな最後を迎えてました。その時の園長先生は、あんな子がこんなまともになるとは思わなかったと言ってたそうです。サッカー始めたのは遅かったんですよね。小学校3年生でがっつりサッカーやりたいとかじゃなくて、父親は野球児なんで野球やらせたかったんです。僕は申し訳ないことにどうしてもやりたくなかったんです、野球が。これ野球を否定してるとかじゃなくて、僕の中では自由度がないっていうのがすごく嫌だったんでしょうね、多分。例えば打ったらどうして一塁に走らなければいけないのかっていうのが、いやなんで自由に走っちゃダメなのみたいな感じだったから、そもそもやらされることに対してすごく嫌で、嫌がってたんですよ、ずっと。小学校の3年生から少年団に入れる、 1,2,3 年生の時はとにかくただ遊んでるだけ、軽泥やったりとか鬼ごっこやったりとか、そんなことして遊んでて、3年生になったタイミングで友達がサッカーやるよって言われたから、俺もやりたいっつって、それが最初のきっかけですね。3年生の頃なんて全然ちゃんとね練習もやらないし、時々練習サボるしみたいな感じだったんですけど、小学校4年生の時に転校生が来たんですよ。その転校生がむちゃくちゃサッカーが上手くて、なぜか僕は絶対に勝ちたいみたいになっちゃったんです、彼に。その彼がサッカーすごい上手いから、僕らの子供たちの中でサッカーブームみたいになって、で休憩時間からずっとサッカーするみたいな。その時確かリフティングの回数が最高でも9回とか10回いかないぐらいだったけど、彼は確か100回ぐらい超えてて、なぜか絶対にリフティングでは負けたくないみたいになって、最終的に僕6年生の時に6000回やるんですけど、で今考えたらリフティング以外の練習もしろよっていう。もう小学校4、5で彼と一緒だったんで、それで火がついたっていうのがありますね。その後彼は6年生になるタイミングでまた引っ越しちゃうんですけど、めちゃくちゃ偶然にも今でもサッカーコーチやってて、僕がスペインから帰ってきてのタイミングかな、東京でその当時彼はコーチやったんで再会するっていう、そんなこともありました。彼がそのタイミングで転校してこなかったら、サッカーにそこまで熱入らなかったと思いますね。ちょうど5年生のタイミングが J リーグ開幕だったんです。4年生5年生の時がなんかサッカーすごいハマるみたいな感じのちょうどタイミングだったんでしょうね。当時小学生の時はロベルト・バッジョが好きだったんですよね。バッジョとめちゃくちゃ渋いけどバレージが好きで、僕のメールアドレスもバレージの背番号を使ってて、ディフェンダーですごいエレガントにインターセプトしたりとか綺麗に守るっていうのはすごいな。93年 J リーグ開幕ですけど、ちょうど92年ぐらいちょっと前ぐらいからセリエ A を見出してたんですよね。親のおかげで海外のサッカー見ろよって用意してくれたのがありがたくて、ワオワオに入ってくれてめちゃくちゃサッカー見るようになって、バッチョすごいな、バレジかっこいいなみたいな、この2人が名前で出てきて、でこれもまた笑い話になっちゃうんですけど、 J リーグ開幕したら J リーグバブルでみんながねそっちにハマっていく中、好きな選手誰ですかってコーチに聞かれた時に、バッチョとバレージですって言ったら、誰それって言われたんです。え、知らないのって言って、僕からするとえみたいな。その当時からセリエ A をずっと見ちゃってたから、 J リーグが始まった時にこれ同じサッカー
カーンなのか、ん？ってすごい違和感がもうその時からあって、これ何が違うんだろうっていうのを小学校5年生の時からずっと、今もですけど、なんでこんなに違うんだろうをずっと考えてるのは逆にその時のきっかけです。 J リーグもちろんハマりましたし、すごいってなったけど、普段見てるセリアもっとすごいなみたいな、そこで世界と何が違うんだろう、日本って何が違うんだろうってずっと考えてるんですよね。しかもありがたいことに5年生の終わりかな、アンフレッチャーのジュニアに入ることができたんで、もうがっつり下部組織のメンバーとして、なんか J リーグも当然サンフレッチャーの試合をめちゃめちゃ見てましたし、それこそ今日本代表の監督やってる森保さんがまだバリバリ現役の時ですよね。風間さんもそうだし、ハシック、めちゃくちゃ懐かしい名前です。ハシックの息子とやってた、息子ともサッカーやってて、そうハシックすごいいい選手だった。小学校の時に途中からサンフレッチェのジュニアに入れました。僕多分早熟な子供だったんですよ。要するに体がでかかったんですね。小学校6年生の時に163センチあったんで、もうすでになんか結構大きい、走れるみたいな選手だったから目立つわけですね、大きいから。で多分それが理由で入れてんだと思います。技術的には全然上手くないし、だけどサンフレッチェの小学生のジュニアチームに入れて、そこからジュニアユースのテストを受ける、中学に上がるためのテストを受けるってなった時に、その当時 J リーグのバブルなんで、みんな J リーグの下部組織に入りたいっていうので、確か全国から300人とか受けにサンフレッチェ来てて、しかもそのサンフレッチェなんでそうで人気になったかというと、第1回の J ユースっていう大会があって、ベルディとサンフレッチェの決勝戦やって、サンフレッチェのユースが優勝しちゃったんですよ。でそれでサンフレッチェの下部組織ってすごいみたいなのが日本的に広がって、一番早い段階で寮とかを作ってたから、それで人気っていうのもあり、中学のテストにすごい来てて、で300人来てる中で16人しか受からないっていう状況で、本当にラッキーで受かっちゃったっていうところですね。受かってすぐ怪我しちゃったんですよね、腰の骨が折れて。それでもう半年中サッカーできなくて、その影響なのか170センチに中1の終わりぐらいでなってたのかな。中学校2年生になる前にもう今の身長になってて、それでぴったり止まっちゃったっていう。1年生の頃は、あ、2年生もそうか、試合に出てたり、2年生の時も3年生の試合に使ってもらえることがあったんだけど、自分が3年生になった時には全くできなくなって、理由はもうシンプルに、やっぱり考えてプレーするのができてなかったんですよね。全部勢いでプレーする、なんかサッカーを今の自分から見ると全く考えてプレーしてない子、ボール持ったらただドリブルするだけ、ただ前に走るだけとか、その状況でどこからスタートしてどのタイミングで走るのとか、全然そういうことを考えられない子だったんで、多分出れなくなっちゃった。でしかも僕の後輩とか下の学年の選手たちが後にプロになるとかいう選手がいたりするから、余計出れなくて、だから3年生は全くですね、公式戦全く出れない、メンバーにも入れないみたいな状況になったからこそ、2年生の終わりくらいからかな、これでも自分このままプロになるのどうなのかなってちょっと思い始めて、3年生になったらさらに出れなくなるから、うわこれは結構無理あるぞ、きついぞっていうところから、決定打はサンフレッチェのユースです。僕らは中学3年生で、高校生のユースの先輩と練習試合やるってなった時に、駒野さんとか森崎兄弟がいて、何にもできない、しかも完全に相手の方が落としにかかってるというか、最初確か相手はずっと2タッチ以内でプレーしようみたいな、でそんなさすがに1、2学年しか違わないんだから、悔しいからやっつけてやろうぜって言ったのに全然何もできなくて、しかも後半になったら今度相手見ると1人相手少ないみたいな、これはもうあと3倍努力してももう無理だなっていうのと、一応サンフレッチェのユースのテストは受けるけども、僕は何にもできなかったんで、もうそのタイミングかな、薄々感じてたっていうか、これはもうプロ、ね、どころか次の高いレベルサッカーするのもきつい、しかも怪我も多かったっていうのもあるし、多分怪我のせいじゃなく単純に僕はサッカープレイヤーとして全然いい選手じゃなかったな、まあ、だからこそなぜそこで諦められたかよく分かんないんですけど、もう本当に自然と中学校3年生ぐらいに、あ、もうコーチになろうと、サッカーコーチになるぞって決めてましたね。過去に教えてもらったコーチが素敵な人が多くて、コーチって素敵だなって思っていたんでしょうね。僕は選手としてはもうダメダメっていうか全然ダメですと。でこれ確かね、新聞とかにも出たことがあって、とんでもないこと言ったなって僕は思うんですけど、僕は次男になれないけど次男育てられるんじゃないかみたいなことを言ってて、何言ってるんだ今考えたら何言ってんだって感じですけど、でも本気でそう思ってです。もう自分はそういうプレイヤーにはなれないけど、すごい優秀なコーチにはなれるんじゃないかって、今まで教えてもらってたコーチの影響だったんでしょうかね。コーチっていいなって思ったのは、やっぱり考えたのは、僕の家庭環境もあって大学までは行けないであろうと、まあ、シンプルに早く高校卒業したら社会に出なさいっていう感じだったし、なんなら最初一瞬だけ考えたのはブラジルに留学しようかな、中卒でですよ、高校行かずしたら母親がもう頼むから高校だけやってくれと、それだけは勘弁してくれと、高校卒業したら好きにしていいからって言われて、好きにしていいって言ったなっていうところから、まあさすがに高校は行こうと
なので高校選びも3年間僕がプレイヤーとしてやるので終わりだろう、高校卒業したらもうコーチの勉強するからっていうところで弱いところ行こうと思ったんです。強豪校に行って頑張って3年生の時に試合に出るじゃなくて、もう明らかに1年生の時からすぐレギュラーですっていうチームに行こうって、まあ、戦略としては考えてて、でどこに行こうかなって、当然公立受験していかないと私立なんで僕は行けなかったんで、とある高校に決めてたんですよ。ほぼ願書も明日明後日ぐらいに出しますよのタイミングで、その当時サンフレッチェの強化部長だった人が今西さんですけど、その人が実は僕が行った高校出身で、サンフレッチェのジュニア数のメンバーでユースに上がれなかった子たちはできる限り広島で、広島の高校に残って広島のサッカーに貢献できるようにっていうところから、勉強頑張ってそこを受かるように頑張りなよって言われて、僕別の高校を選ぼうとしたのに、まあ、こっちの選択肢があるよって言われて、でも魅力的に感じたのは、お前行ったらずっとレギュラーに出れるぞって言われて、おマジそれだったら行きたいな。ただ公立学校だから特待生だとか優遇とかないから勉強を頑張んなきゃいけない、偏差値がちょっと高い学校だったんで、まあなんとかちょっと頑張ってやりますって、その今西さんから聞いたのは、お前以外に他にも受ける子がいるから3人行けばその学年で強くなるでしょうと。そしたら結果蓋開けてみると僕しか受からなかったっていう、あれーって聞いてた話と違うみたいになったけど、まあまあそれでその高校で、しかもあの家から近かったんですよ。もう一個の本当選ぼうとしたのがちょっと遠くて、だけどもう一個の方だともう自転車で本当5分とかで行けちゃう、家から近いしそっちの方がいいかなっていうところで、その高校中学3年生の時にはちょっと前後しますけど、スペインに行くこと自体も決めてた。さっきあのセリアの話しちゃいましたけど、最初はイタリア行こうと思ってたんですね、ちょっとだけ。そしたら確かサッカークリニックかなんかの記事で、女性でイタリアにサッカーコーチの留学している人の記事が見た記憶があって、でその人の話によると、イタリアでは外国人だと一番上のライセンスまで取れないとっていうのが書いてあって、その一個下まで取りましたみたいな記事確か書いてあって、それを見た時にイタリア行っても一番上まで取れないんだっていうのと、ちょっとそこで一瞬こういろいろ冷静に考えてます。バッチョ好きだしバレージ好きなんだけど、イタリアのサッカーってイメージ的にはちょっと守備的なカテナチオって言われる、前世紀もそうだったから、このサッカー自分やりたいのかなってちょっと自分に考えてみたら、ちょっとイエスって言えないなって、まあ、イタリアはちょっと難しいのかもしれないっていう風になった時のすぐ出てきた選択肢はスペインだった。スペインがなぜかっていうと、その当時確か BS7 とかっていう衛星放送で時々スペインリーグをやってて、たまに見てたんですよね。僕のイメージの中では AC ミランがバルサと決勝やって AC ミラン4点取ってるじゃんみたいな。その前の年にバルサチャンピオンズリーグ優勝してトヨタカップで日本来てますけど、93年とか。僕の中ではまだまだセリアの方が上なんだみたいな勝手な認識があったけど、バルサのチームあったなみたいな。そっから調べ始めたんですよ、スペインについて。そうすると、まあ、まずライセンスが外国人でも取れるっていうことが分かりました。そういう人がいたかっていうと前例はない、当時調べる限りなくて、ただ八浦さんって車椅子のサッカーコーチがいるんですけど、その人が超高生、実技ができないから正規の生徒じゃないけど、でも超高生としてコーチングスクールに行ってた、バルセロナに住んでたん でその時の様子を本で書かれてたんですよね。グラシアスっていう本があって、でその本をたまたま読んで、こういう風にやれるんだ、ただやってる人実際いるんだなと思って、今だったら絶対できないと思いますけど、返事返ってこないと思いますけど、その当時出版社に電話してですね、八浦さんの連絡先メールアドレス教えてくださいって言ったら教えてくれたんですよ、奇跡で。でそこから八浦さんに直接聞くことができて、僕はスペインにコーチの留学しようと思ってるんですけどみたいな、いろいろ聞くことができて、僕がスペインから帰ってきた後に顔合わせのするのは本当その時が初めて、あの時もう10年以上前お世話になりましたということはお伝えすることができましたけど、八浦さんの本と、であとはスペイン大使館に聞きました、ライセンスを取りたいんだけど分かる範囲内で情報を教えてくださいって言ったら、多分その担当の方がめちゃくちゃいい人だったんでしょうね。すごいレポート並みのいろいろ調べてくれて、こういう経緯でこういうところに問い合わせするとおそらくこうやって取れるはずです、ただ前例がありません。でその人が書いて最後に本当に勇気づけられたのが、10年かかるかもしれないんですよ取るのに、そのくらい簡単じゃないです、だけどあなたのこうやることを応援してます書いてあって、僕はねちょっとねネジが飛んでる時もあるんで、10年かかるって言われたら10年かけたら取れるんだと思ったんですよね。10年かけさえすれば取れるんだったら、それがルール上もうどうやっても外国人取れませんって言われたらすごく困るけど、なんとか勉強さえすれば取れるんだってやったと思って、そういうのがあってどんどんスペインで、であとはこれも結構覚えてるのが、スペインリーグの試合見てた時に片方のチームが負けてて、このチームの引き分けかまたは勝たないと次チャンピオンズリーグのプレーオフに行けないみたいな、とにかく勝たなきゃいけない大事な試合で 0-1 で負けてました。残り5分ぐらいです。まあよくあるのがコーナーキックになった時にキーパーも上がってなんとか点取りに行こうってやるシーンあると思うんですけど、
それどうなったかというと、この球パーンって蹴られて、相手のキーパーがバチッてキャッチしちゃって、バーンってなって2点目が入っちゃった。こんなのイタリアで見たことなかったから、みたいな、こんなことってあり得るのっていうのと、攻撃的なイメージっていうのがめちゃくちゃ面白いし、これを学ぶっていうのはワクワクしたんですよね。攻撃的なサッカーやっぱりやりたいんだな、完全にスペインだな。でスペインにそもそもコーチも留学するって、なんでそうかっていうと、もっと話は戻ると、結局僕は J リーガーじゃないから、 J リーグ始まりました、元選手が引退して、何人かの多くの人が、全員じゃないけどコーチを選ぶってなった時に、コーチの数って決まってるじゃないですか、大体クラブ数も。そうなると僕は元選手じゃないから、プロのコーチになる確率がすごい低い、難しい。中学3年生で冷静に考えて、どうやったらその人たちを同じ土俵に立てるのかっていうことをいろいろ考えた結果が、スペインでライセンス一番上まで取ったら、プロのコーチとして日本で仕事ができんじゃないか、逆に言うとその海外でちゃんとライセンスを取らない限りは同じ土俵に立てないだろうと、海外に行くっていうところから、まあイタリアになって、そこからスペインになった。